エストロイトンネルは、フェロー諸島のタンガフィヨルドの下をくぐりストレーモイ島とエストロイ島を結ぶ道路の海底トンネルである。スカーリフィヨルドの南側もくぐって、東側のルナビーク及び西側のストレンデュアも結ぶ。分岐している海底トンネルの全長は 11.24km あり、海面下にラウンドアバウトも備える。建設費は10億デンマーククローネと推計される。 2020年12月に開通予定である。エストロイトンネルの建設構想は、それぞれ2002年と2006年に開通して、地域交通に新しい時代を開いた、ボーアルトンネルとノードイトンネルの建設に際して、持ち上がった。2006年には、このトンネルを建設するための民間企業、PF スコロファイアーソルタニリンが設立された。経済危機のため、 計画を実現にこぎつけ政治的な支援を受けるために数年を要した。トンネルは2012年の国家交通計画に盛り込まれ、この際にスカーリフィオルドトンネルの名前を廃して、正式にエストロイトンネルと名付けられた。2013年6月に別の民間企業 PFS テロイタニリンが設立されて、フェロー諸島政府、フェローの保険会社 LV を呼び、 デンマークのコペンハーゲンイ,インフラストラクチャーパートナーズと交渉を開始した。CIP はフェロー諸島の運輸大臣、ケリー・ピー・ホーインゴアと秘密の協定を結び、後にこれが明るみに出たために9月初めに辞任を余儀なくされた。これは政治的な問題となった。2015年に公式調査の結果が出た後、カイレオ・ヨハンセン内閣は、 早期の選挙を実施しなければならなくなった。P.F. スコロファイアーソルタニリンと P.F. エステロイタニリンの両者は2年にわたって活動がなかったために2015年に生産された。一方で2013年の政治危機の結果として特別委員会は民間方式ではなく公的方式の提案を作成した。この提案は全政党に支持され、 この結果として2014年に公的企業 PF イスター OG サンドヤーチューンラーが設立された。運輸省が全株式を保有する。この会社はエストロイトンネルとサンドイトンネルの双方を建設、保有、管理する。スウェーデンの建設会社 NCC と建設作業の契約が結ばれた。2016年11月8日に NCC とエストロイトンネル及びサンドイトンネルの建設契約が結ばれた。双方のトンネルについての契約は20億7300万デンマーククローネで、一方双方のトンネルの総建設費は約26億デンマーククローネとされる。トンネル自体の掘削は2017年2月21日にストレッチャー側から4月27日にハビテーンズ側から開始された。 ストレッチャー側の作業班は、水面下のラウンドアバウト部に2017年12月4日に到達し、この時点で両側からの距離を合計すると3059メートル、屈削されていた。最初の区間及びラウンドアバウトが完成すると、3番目の作業班が屈作を開始し、2つの作業班は、ラウンドアバウトとハビテインズを結ぶ区間を、 両側から掘削して2019年6月7日に、水面下で貫通し、もう一つの作業班は、ラウンドアバウトからソルトンズへ向かって掘削した。最後の葉っぱは2017年6月7日に実施され、その後数ヶ月かけて舗装、ケーブル付設、非常用設備の設置、標識類の設置が行われた。この間、NCC は、掘削機械をサンドイトンネルの方に移動させ、 2019年6月27日からそちらの掘削が開始された。2020年12月1日に開通が予定されていたが、技術的な遅れと新型コロナウイルス感染症の問題により2021年初頭へと遅れることになった。緊急車両は2020年9月1日よりトンネルを通行することが許可されている。トンネルは2車線の海底トンネルで、 三本のトンネルは、海面下72.6メートルにある、推定ラウンドアバウトで接続されている。ソルトンズのロッキーニにある入り口から、ラウンドアバウトまでは2153メートル、ストレンデュアのシュバルから、ラウンドアバウトまでは1625メートルある。トースハウンからの本港は、ラウンドアバウトまで7460メートルあり、ハビテームズの村に入り口がある。 道路の総延長は11,238メートルとなり、ノルウェーのスタバンゲルにあるリファストトンネルに次いで、世界で2番目に長い海底道路トンネルとなる。安全のために、トンネル内の勾配は、最大5%になっており、最も低い地点は、海面下189.0メートルにある。トンネルの建設費は、通行料金で償還されることになっている。 2020年7月には通行料金が発表され、トースハウンからエストロイへ小型車両は75デンマーククローネ、ソルトンズとストレンデュアの間の地域交通は25デンマーククローネとされている。ボーアルトンネルとノードイトンネルは片道のみ課金されているのに対し、こちらでは双方向とも課金される。既存の日本の海底トンネルの経験から当初の見込みより、 通行量は多くなると見込まれており、通行量が増えることによって、資金返済は確実になるとされている。2021年にトンネルが開通すると、フェロー諸島の首都、トースハウンへの所要時間を大きく短縮することになる。トースハウンからルナビーク、ストレンデュアへの移動距離は、従来の 55km から 17km へと短縮される。 自動車での移動時間は64分から16分へと短縮される。また、トースハウンからクラックスビークへの所要時間は68分から36分へと短縮される。既存の日本の海底トンネルの影響と同様に、地域的にも、全国的にもアクセス可能性が拡大することにより、通行量の増大、地域間の交流と統合が促進されると期待されている。 エストロイ島川では2019年から2020年にかけて家の価格が31%上昇しており2015年から2020年の間では2倍になったストランドファーレスキップランドサインズはフェロー諸島の主要都市間バス路線であるクラクスビークトースハウン間を運行しているがルナビークを経由する新ルートではなく従来のスコロフィオルサー及び すんだを経由するルートを維持する見込みである。サンダラスと東エストロイの間の連絡が続けられるか、それがどのような形態になるかは2020年9月の時点では不明である。フェロー諸島政府とルナビーク自治体はトンネル開通後に町の通りを通過する交通が増えることを緩和するためにトンネルの高校とグリラーの町との境界までのバイパス建設に合意している。 この道路は海岸に沿って建設される見込みである。ありがとうございます。